少し前にツイッターで話題になっていたスカルプトホイールというアドオン、ついにこれがリリースされたので早速試してみた。どうだった？アメージング。派手なアドオンではないのだけれど非常に実用的。そもそもどんなアドオンなの？スカルプトモードで作業をするとき、ブラシのサイズ調整とかブラシの切り替えとか面倒じゃない？面倒。サイズ調整もそうだし、最近ブラシの種類も増えてきたので切り替えも大変。そんな時にこの神アドオン、スカルプトホイール、スカルプトホイールをインストールした後、スカルプトモードでスペースキーを押せばスカルプトホイールが現れる。なんだこれ、見たことのないメニューだ。通常のパイメニューと全然違うよね。このメニューでブラシの切り替えから強さの調整といった作業が非常にスピーディーにできる。スカルプトホイールはどう使うの？それでは簡単に操作の紹介。真ん中のパッドと書かれている部分、ここから上にドラッグするとブラシが大きくなって、下にドラッグするとブラシが小さくなる。横にドラッグするとブラシの強さを調整できる。非常にスピーディー。これだけでもすでに便利。ブラシの種類を変えたいときはリングに並んだアイコンをクリックすれば変更できる。いちいちカーソルをリストまで移動する必要もないし、たくさんのショートカットキーを覚える必要もない。これは嬉しい。ブラシの変更以外にもマスクの反転とかクリアとかよく使うよね。そういったコマンドはこの内側のところに並べられる。使うときはクリックするだけ。ありがたい。ここに並んでいるブラシの種類やコマンドは自分の使いやすいように変更できるの？もちろん可能。カスタマイズはスカルプトホイールのパネルから行う。 N キーを押してサイドバーを表示、スカルプトタブをクリックすれば見つけられるはず。いた、発見。デフォルトの設定を編集してもいいのだけれど、自分専用のツールセットを新しく作るのがおすすめかな。ニューツールセットを押してツールセットを作成。わかりやすい名前をつけてあげよう。自分のよく使うブラシを登録して自分専用のツールセットを作ろう。作ったツールセットはこの丸を押して切り替えられるよ。またブラシの位置が気に入らない場合はこのエディットボタンを押せばブラシの位置を入れ替えられる。この動き楽しい。このアドオン、お値段はおいくら？ガムロードで9ユーロだったよ。ユーロ、日本円だといくらくらいなの？私が購入した時の相場だと1200円くらいだったかな。リーズナブルなお値段だ。スカルプトモデリングは作業の手数が非常に多いので、こういった小さな時間や手間の省略が重要になってくる。塵も積もればとんでもない時間と手間の節約になりそうだね。その通り。このアドオンはブレンダーでスカルプトをする時の必需品になりそう。マストアイテムだね。てなわけで今回はスカルプトホイールの紹介でした。ガンダ、よければ他の動画も見ていってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。